皆さんこんにちは、キスケです。今回はボルコン使っていこうと思います。はい、まあ、デュエプレイ初めての実況になるんですけども、皆さんボルメテウスホワイトドラゴンは多分みんな無料で1枚もらってるんですよね。なので今回ボルメテウスホワイトドラゴンを使った環境でもめちゃめちゃ強い、デッキを紹介していこうと思います。まあ簡単に言うと、めちゃめちゃコントロール寄りの遅めのデッキになってて、まあ、序盤特にやることないんですよね。だから序盤中盤ある程度しのぎ切って、最終的にボルメテウスホワイトドラゴンでこうシールドを焼き尽くして相手に何もさせずに勝つという感じのデッキになってます。まあ、騎車男とかゴーストタッチとか、ロストソウル、この辺で相手の手札も、破壊できるので、ほんまに徐々に勝ちに近づいていくような、デッキになってます。まあ、こういうデッキが好きな人めちゃめちゃいると思うんでね、はい、楽しみにしておいてください。でこのボルコンって呼ばれるデッキが人によってね全然違うんですよね、組み方が。それもまた面白いところで、僕は、真ん中の上の方タッチしてるところを見ていただいたら分かる通り、4分明で組んでみました。これ3分明の人もいれば5分明っていう人もいるんで、めちゃめちゃ幅が効くんですよね。うん、そこも面白いですよね。で僕が組んだボルコンはこんな感じなんで、ちょっとどうやって回していくかね、最後まで見ていただければ嬉しいかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。やったね。よろしく。黄色光文明ですね。いやまあ赤サファいらんわ。はい、何デッキかな。光単体かな。何だ。光と火か。こいつなんか攻撃されない、強い。ボルメテウス引いていく。まあここは普通にデッキ回していきます。うん、はい、デッキを普通に回していこう。マグリス強いな。さあガンガン攻めてきますね。うん、ここは悪くないよ。まあシールド壊されるたんびにこっちの手札は潤っていくんでね。はい、そしてワンドローとボルメテウス2枚目。いいじゃないですか。めちゃめちゃプレイ早いなめちゃめちゃプレイ早いな。ちょっと俺遅いか、申し訳ないな。もうバルキリーいらないですねこれは。うーん、光へワンドロー、オッケー。さあ順当にパワーアタッカーね、順当に展開していきましょう。大丈夫大丈夫。おわ、これ引いちゃうか。強えなおい。使っちゃおう。ここで、はい。うん。ビョーン。これぞコントロール。これぞコントロールです。さあスピードアタッカー出すもブロッカーがいるから何もできない。いいですね。ボルメテウス出してもええな、これもう出すか。いっちゃえ。ボルメテウス。ホワイトドラゴン。召喚。さあ、お前のシールドは手札に加わることはないぞ。燃やし尽くしてやる。アルカディアスも引いていく。これ罪じゃね？アルカディアス出されちゃうと。一種の罪なんやけど。はい、でここでアルカディアスじゃなくて、普通に相手の手札破壊しに行きます。うん。相手の手札を破壊しに行く。はい、さらにもう1枚。これでもう相手、ほぼ何もできない状態で、さらに、シールドが溶けていくっていうね。うん。手札に加わらない。エンド。これ、モロタやろ。これはモロタやろ、もう。はい、ゴーストタッチ。
いやまあもう詰めるなら詰めるか。まあでもここで油断しちゃダメなんで、普通にもガチで攻めに行きます。はい、アルカディアス出して、光文明以外使えなくして、まあ、なんか変なシールドトリガー使われる前にもうこのまま押し切るか。はい、ダブルブレイク溶かして、はい、さあ光のシールドトリガーやったらいけるけど、ないと。よし、いや強い、めちゃめちゃ強いです。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、よろしくお願いします。うわ、あのキャラ何やったっけ、黒城やったっけ、名前何やったっけ。これどうやったらゲットできるの、このスキン。俺ストーリー全部クリアしてんけどな。まあ黒城やったっけこの名前ちょっと覚えてないな、申し訳ないけど。君は闇以外使っちゃダメなんじゃないか。ドルバルモとか実装されんのかな、めちゃめちゃ楽しみやわ。てかバロムのさ、シークレットレアめっちゃかっこよくない、えぐいねんけど。お、初手から結構悩んでいくね。個人的にはね、結構序盤のうちに水の、マナーを増やしておきたいっていうのがあるから悩むな、結構。どうした、あ、オッケー。水か、水闇っぽいな。はい、水闇のハンデスとかやったら結構きつい。手札捨てられるのはね、めちゃめちゃ嫌なんでね。でボルメテウス2枚しか入ってないんでね。あ、光水なんだろうな。 OK、 さあ、そしたら、はい、おお、でかいなでけえユニット死んだな。さあ水が欲しいな、水のマナがめちゃめちゃ欲しいわ。さあ3ターン目、超高ですね。まあデッキ40枚のうち14枚がシールドトリガーなんで、ある程度は踏んでくれると思うんですよね。デーモンハンドとかアクアサーファーとか入ってるんで、めちゃめちゃ優秀なシールドトリガーが入ってるんでね。そしてめっちゃ悩むな。オッケー。エグゾいらんか。はい、水だけ来ない水だけ来へん、これきついな。まあ多めの文明入れてると4文明になると、やっぱ来ない文明来るのもしゃあないなっていう感じはありますよね。さあまあお相手ほぼ光と水のダブルって感じですね。まあ次はピカリエ出してカード引いてデッキ回していく形になるかな。はい、あー来た、ナイス。君はマナ行き。はい、ピカリエエンド。ボルコン一つにしても何種類も
あるっていうのがね、やっぱ面白いところなんですよ。うわ、そんなカード入ってんねやみたいなね、あるからね、よく。じゃあ俺も入れてみようとかね、楽しいんですよね。楽しいね、ディエマ。まあ、ようやくできたもんね、これ。すげえメンテあったから。うん。お、マジで？嬉しくね、これ。これ嬉しいけど。これ嬉しいねんけど。いいんすか？もう一回カード引かしてくれる？ありがたいね。はい。さあ。手札1枚やね、相手。またピカリエか。これゴーストタッチやな。相手1枚しかないんで手札。あー、これで捨てさせて。ラバイル、さよなら。で、ピカリエでまたカード引いていきます。うん、ナイス、エナジーライト。これもほぼモロタンちゃうか。次、エナジーライト。いや、ホワイトドラゴンでちょっとそろそろ相手のブロッカー削っていかないと間に合わなくなっちゃうので、ホワイトドラゴン出します。はい。ボルベテウス。私の名を呼んだか。私の名を呼んだか。声めちゃめちゃこもってるよね。しかもこいつ喋るんや。びっくりやわ。相手のシールドトリガーをね、貫通させますんでね。やっぱね、なんかこう、デュエプレイやってると、まあ、シールドトリガーゲーみたいな、なんかそんな感じしないでもないんで、やっぱこのボルコンは強いですよね。そう考えると。まあもう7コストあったらええから、7マナあったらいいから、ちょっとカード引いていくわ。エナジーライト。2ドロー。あ、汽車男いいね。はい。手札捨てて発射します。いいよ。はい、ブロックはどうする？ちなみに汽車男でシールドは割らへんからね、僕は。ちなみに割らないっすよ。いや、このコントロールしてる感がいいっすよね。相手の手札を捨てさせて、がっちりこっちで固めていく。やっぱコントロールってこういうことなんだよな。エンド。さあ、赤ガード。まあブロッカー結構入ってますね。うん、めちゃめちゃブロッカー入ってるわ。9ターン目。なんかストームクローラーいらんか。ちょっと倒すか。はい、倒して。はい、ブロック。 OK。 もちろん汽車男でシールドは終わりません。はい、もちろん。あ、アクアレンジャー。これブロックされへんのやったっけ。あ、違うわ。あー、なるほどね。どうしようかな。アルカディアス、アルカディアスいっか。はい、まあ、アルカディアス使っちゃうとこっちの呪文カードも使えなくなっちゃうんで、まあモロハっちゃモロハなんですけど、もうこの感じ相手の手札もないし、多分全然大丈夫だと思う。光のシールドトリガーとかあったとしても多分大したことないと思うんでね。はい、
シールドトリガー。あー、なるほど。うん、まあ別にボルメテウスだけで、いや、まあまあまあいいでしょう。さあ、なかなか強いっしょほんまに強くない？これがコントロール、楽しすぎる。めちゃめちゃ楽しいな、おい、デュエルマスターズ。これは多分罪だと思います。なんかでもしでっかいブロッカーとか貼られてもデーモンハンドあるんで全然大丈夫。さあどうする？ああ。まあブロックしようか。うん、じゃあはい、溶かしてアルカディアスでリーサルト。 OK、 強い強い、めちゃめちゃ強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はボルコン使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。うん、僕の作ったボルコンはこんな感じなんですけど、まあだからほんまにいろんな形があるんで、自分で試行錯誤して、まあ、このカード入れてみようとか、このカード持ってないからこのカードにしようとか、多分全然賄えると思うので、まあ、ボルメテウス使いたいなっていう人はこういうデッキ使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、デッキコードこれは24時間以内か、まあまあ一応発行しておきます。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きデュエプエライフを。バイバイ。 You hurt me a deep several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh.